いや、土曜日はいいっすね、やっぱり。なんか落ち着く。で、本当に顔洗って歯磨きしてって感じなんで、すごい髪の毛ボサボサ。ずっと鬼滅の刃見てた。で、さっき起きて、さっきでもないか、1時間前ぐらい起きたのちょっとよくわかんないんですけど。で、ドボンちょっとやってみたいな。そうなの。だから今思考回路が何休止してる。今鬼滅やってるの。いや、無限列車編てか鬼滅の話になっちゃうからちょっと。あれですけど、毎回鬼滅の話になっちゃう。ですね、昨日お姉ちゃんが、あれ作っ、なんだっけ、オレオの、カップケーキみたいなの作ってくれて。まだ食べてないんですけど。早く食べたい。でも、やっぱり、先に甘いものをすぐ取ると、甘いものをすぐ取ると血糖値が上がって太りやすくなってしまうんで、先にサラダとか食べないとカップケーキは食べれないね。そう、吸収されやすい。にゃんちゃんが来たわ。んた階段上がってきたかね。一人で上がってきたの、あんたは。ここまで考えてるのすごいでしょ。私こう見えて体重減ったんですよ。こう見えて体重減ったんですよ。で、見た目が変わらなさすぎて、なんかモチベーションが下がっちゃったみたいな。まあだからといってやめてはないですけど。なんかだって顔もさ、丸いじゃん。で、なんか全てがなんかムチムチなんで。だって見た目変わんなくない？なんか何のためにダイエットしてたんだろうって感じ。ですけども、顔の大きさは変わらないのかな。だからもう丸顔はもう丸顔みたいな感じで。なんか3キロ落ちたら見た目が変わるって聞いたんですね。だからとりあえず3キロ落としたんですけど、変わらなさすぎて、どうするにゃんちゃん。でもなんか、足は細くなってね、足細い、めっちゃなんか足とかよく出してるじゃないですか、私。それなんか、足細くなったねって言われることは、まあ、本当に数、に、数、に数回ですけど。でも私の、
私のダイエット、その何を痩せた、なんか筋トレとかしてないから、結局筋トレしないとさ綺麗な体にはならない、なんていうの、なんか筋トレを最近、前はめっちゃしてたのに最近してないんだよ。顔ってあんまり変わらないらしい。え、そうなの？チーンチーンって感じなんだけど、でも歩いたりはするんですよ。だから運動はまあちょくちょくって感じ、あの普通に歩いたりはするんで、歩くのが好き、まあ、好きではないですけど普通に歩くのね。でもそういう腹筋とか、前はめっちゃやってたのに腹筋とか背筋とか、そういう本当筋トレっていうのはしてない。まあまだ16ですからね、1万6千歩ぐらいは歩いてるにしても1万3千とか結構歩いてる方だと思うんですけどね。本当に見た目が変わんなくて、なんか泣いちゃいそうって感じだった。え、3キロでみたいな、まあ、もっと痩せないといけないんだろうけど、なんでちょっと頑張りますね。はい、頑張ります。まあまだ10、いや泣いてないですけどね、まだ16なんで、そうですね、まあ19、20ぐらいだったら綺麗なお姉さんになっているんじゃないでしょうか。ねえにゃん、姉ちゃんトリミング行かんといけんよ。まあだ、でもどうですか、なんかムチムチの方が好きですよね。ですよね、ですよね、絶対そうですよね。身長伸ばせない、どうやって伸ばすん、嫌になってくるの。私も身長めっちゃ欲しいですけど伸びないのでしょ、なんかガリガリよりムチムチでしょ、ムチムチですよね、ムチムチ派ですよね、ムチムチしてるですよね、絶対そうですよね、え、ですよね、やっぱりなんかわかるんですよね、あなたたちを見ていて、はい、私はすごくわかります、はい。あ、やっぱそうなんだね。男子受けは、でも女子受けは良くないよな。なんて言うん、やっぱそう、かかとに衝撃を与える、何それ、痛そうなの、私の身長を当てて、いや分けてほしい、あ、女子の言う理想は男子からすると痩せずに、あ、なるほどね。でもうちがガリガリになることは多分ないと思うね、だって怖くない？だってうちがだよ、うちがガリガリになるちょっとやばくない、さすがになんかもうこんなんなってことだよ。多分全部上につくんですよね、私足とかじゃなくて上につくんですよね、うん、上に、それが嫌なんで、ですよね。大丈夫、ガリガリにはならないけど程よいムチムチ、多分顔の輪郭もこれ多分変わらないんで、何個痩せても。家族で痩せてる人、え、私以外、お姉ちゃんとかめっちゃ遅い、なんかもうこんなガリガリではないよけど、なんかもうまさに理想って感じの、あ、ゆうなちゃん下につくと言ってたけどさ、
ゆなちゃん確かに下につくって言ってたけど全然そんなことないよね。普通に足細いよねゆなちゃん。でも顔はこの丸顔は変わらないんで、もうムチムチって思ってくださいもん。ムチ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 ひなこなんか気持ち悪いですね私、うん、本当にキモい。なんか今思った、なんかごめん今改めて思った、本当にキモい。でもちょっと起きてすぐなんで、まあ、すぐでもないんですけどテンションがおかしいみたいっす。いやこうやって見ると細く見えるかもしれないけどマジで実際会ってみ、やばいから。実際やっぱ実際って大事だと思う。実際会うとか写真撮られてるとか、とね頑張ってるんですよ。けどダメだったんで、まあまだ頑張りますけど、多分私のこの丸顔さは変わらないので気にしないでください。生で会うとやばい。何生で会うって。本人見た時は細いと思います。なんかでも何でしょうか、まあ、韓国アイドルさんとかを見るとやっべーってなるよね。救急車パトカー。女子は丸顔が多い。てか丸顔が好みですよね。メンバーで理想、分からない。分かんないよ。ショールームではこういう顔してるけど生でやったらなんかこんな顔してるとかあるかもしれないですので、身長伸ばしたいね、とりあえず。どうする？本当に会ってこんな顔してたらでももう皆さんとはもうだいぶ会えてないですからね。会えたのいつかなって感じだよね逆に。まあ多分そんな変わってないと思いますよ。はい、そんな顔してたら握手連絡して帰る。やばい。こうやって待っとこうかな。あ、こんにちは。あ、元気だった。ありがとうね。バイ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 みたいな感じになっちゃう。ね、茨城ツアーで会えるはずだったのにのたくさんいますよね。そういう方。悔しいよ私は。チームコイン復活するから B コイン出てほしい。さあどうでしょうか。私もねまだ分かってないんですけど、久しぶり、どうだったの最近、元気してた、彼女できたの、うそありえないバイバイみたいな感じの人とはどうしますか。多分やばいよな普通に。オネストマンの振り忘れてそう。マジでわかる。チーム B の振りやばそう。あ、意外と覚えてる。まあもう何回もやってきたからな。
175ありがとう、まあ、って感じなんですけども、ということで、いなこちゃんお腹空きました。にゃんちゃんはね、今ねちょっと毛が伸びててトリミングに連れていかなければなんですけど、顔やばないこの人。寝落ちですか？ねえ、にゃんちゃん。寝落ち？寝落ちだからそんな変な顔してるの？今なんか喋ったよな。くさん！おしっこした？多分寝落ちなんですよ、この方も。ね。ごめんね。起こしちゃった。ということで、トリミング連れていきます。ランキングこちらです。すいません、読みます。13位ハリービルさん、ありがとうございます。12位カッチアットマークひなこしさん、ありがとうございます。11位羽山さん、ありがとうございます。10位 WY さん、ありがとうございます。9位にゃんこさん、ありがとうございます。8位ピンクカメオさん、ありがとうございます。7位香港の春マットマークチームエットシさん、ありがとうございます。6位メシシさん、ありがとうございます。5位トッポジさん、ありがとうございます。あら、ランキング変わっちゃいました。ランキングはこちらです。あ、すいません。13位ももさん、ありがとうございます。12位ピンクカメオさん、ちょっと待って一旦落ち着かせてください。ちょっと待ってくださいすいません、すいません、一旦落ち着きますね、すいませんね。13位ママさん、ありがとうございます。12位花山さん、ありがとうございます。11位ピンクカメオさん、ありがとうございます。10位香港の春マットマークチームエトシさん、ありがとうございます。9位雪村さん、ありがとうございます。8位、WY さん、ありがとうございます。7位メシスさん、ありがとうございます。6位トッポジさん、ありがとうございます。5位ゆきた、ありがとうございます。4位香港変でアットマークひなこちゃん、今はカビゴンを愛していませんか。カビゴン大好きです、ありがとうございます。3位にゃこさん、ありがとうございます。2位ひらっぴさん、ありがとうございます。そして1位は元気くんでした。元気くん、ありがとうございます。ということで、なんかにゃちゃんが泣いてるんですけど、今日も配信を見に来てくださってありがとうございました。アゴピース。それではまたいつかごきげんようです。バイバイ。